宇宙の大規模構造は宇宙の中で銀河の分布が示す巨大な泡のような構造である。宇宙の泡構造と呼ばれることもある。銀河は数百から数千は集まって銀河群、銀河団を形成している。この銀河群や銀河団がさらに集まって超銀河団を形成しているが、この超銀河団は平面上の壁のような分布を示している。 この巨大な壁をグレートウォールあるいは銀河フィラメントと呼ぶ。1980年代になって一枚の銀河フィラメントと他の銀河フィラメントとの間には光を発する天体がほとんどない領域があることが明らかになった。これを超空洞と呼びその直径は1億光年を超える。宇宙の大規模構造は銀河フィラメントと超空洞が複雑に入り組んだ構造であるが これはあたかも石鹸を泡立てた時にできる、幾重にも積み重なった泡のような構造である。つまり、泡の膜面たる銀河フィラメントには、銀河が存在し、泡の中の空洞たる、超空洞には、銀河がほとんど存在しない。左から、地球、太陽系、太陽系の周辺域、銀河系、局所銀河群、乙女座超銀河団、近隣の超銀河団、 観測可能な宇宙に DF サーベイの観測から描き出された宇宙地図に DF サーベイのデータから作成された近傍領域宇宙地図グレートウォールの発見をもたらした CF やカカタヘイサーベイ以降観測技術の発展に伴ってより遠方の銀河をより大量に観測する大規模な銀河サーベイ観測が行われるようになっている その代表例として、スローンデジタルスカイサーベイや 2DF 銀河、赤型変異サーベイなどがある。なお、銀河までの距離をその赤型変異のみに基づいて測ると、大規模構造が実際とはいくらか異なって観測されることがある。例えば、銀河団の後ろにある銀河はその銀河団に向かって引き寄せられるため、多少青型変異して見える。一方、 銀河団の手前にある銀河は多少赤方変移して見える。このような効果を補正せずに赤方変異を使うと銀河団の周囲に存在する銀河は実際よりも押しつぶされた分布をしているように見える。また、すでに銀河団内部に落ち込んだ銀河に対してはこれと逆の現象が起きる。銀河団内の銀河は銀河団中心に対してランダムな速度分散を持つため、 各銀河の赤型変異は銀河団自身の値を中心に広がりを持った分布になる。この赤型変異を銀河までの距離として使うと銀河団は視線方向に長く引き伸ばされて見える。これはまるで銀河分布が観測者の方向を指さしているようにも見えることからフィンガー・オブ・ゴット効果として知られている。宇宙の大規模構造は宇宙初期の揺らぎが 重力不安定性によって成長してできたものだと考えられている。この構造を作っている銀河の相関関数の観測と数値シミュレーションとの比較から現在のような構造を作るためには宇宙の質量の大部分は冷たい暗黒物質からできている必要があると考えられている。プラズマ宇宙論では宇宙の大規模構造となる巨大なガスの塊が最初に生まれた と考えられている。プラズマ宇宙論宇宙構造体の成り立ちを参照されたい。ありがとうございます。